ラブ神戸 TV をご覧の皆さん、こんばんは。ラブ神戸 TV 熟女レポーター英子です。はい、今日はですね、三度目にありますお惣菜一品料理の気まま屋さんにお邪魔しております。それでは行ってみたいと思います。すごくね、感じがいいお店なんですけれども、はい、お惣菜一品料理の気まま屋さんです。では入ってみたいと思います。こんにちは。あ、すごくいい音がしますね。はい、こちらが気まま屋さんです。はい、それではおかみの、はい、ようこさんですね。はい、ちょっと名人さんにちょっとなんだか似てらっしゃると思うんですけれども、はい、あの別品さんのおかみさんです。で、こちら、はい、すいません。はい、こちらが大将の田頭さんです。よろしくお願いいたします。はい、きまま屋さんは、はい、それでは陽子さん、何年ぐらいやってらっしゃるお店なんでしょうか。4年になります。はい、4年目なんですね。はい、どんなお店ですか。はい。どんなお店ですか。ね、しっとりした感じのお店なんですけれども。そうですね、はい。ね。ね、なんか大人の隠れ家的な、ね、はい。それではですね、ちょっともうお客さんも入っていらっしゃるんですけれども、はい、ちょっと今日はお邪魔してみたいと思います。すいませんね、もうお食事のところ。はい、すいません。あ、ごめんなさい。あら、とってもベピーさんなんですけれども、お名前をお伺いしてもよろしいですか。あかねです。あかねさん、めっちゃベピーさんですね。はい、お年とかついでに聞いちゃってもいいですか。20歳。はい、羨ましい、懐かしい。ではですね、こちらのお料理なんですけれども、はい、4種類ですか、はい、ちょっとご説明いただいてよろしいでしょうか。はい、こちらがおばんざいの4種盛りになりまして、はい、ポテトサラダですか。はい、こちらは手羽大根と、手羽大根です。はい、イカのからしマヨネーズあえですね。はい、こちらは茶豆です。あ、かわいい形の人参になってますね。そしてこちらに、はい、お作りの盛り合わせを。今日は何が入ってますか。今日は、左から、こちらからですね。そう、はい、ごめんなさい。サンマと、カツオ。はい、サンマとカツオ。サーモンと、はい、と、ホタテ貝柱と、タイは焼き霜にしてご用意しております。超美味しそうですね。ちょっとせっかくですから、あかねちゃんに召し上がっていただいた感想を聞いてみたいと思います。よろしいでしょうか。いただきます。はい、太陽。太陽、はい、大好きなので食べたいと思います。はい。ちょっと回り込んでみたいと思います。はい、緊張しますよね。美味しいです。美味しいですか。はい、これはどこのタイですか。明石ですね。はい、はい、それではもっとたくさん食べていただいて大丈夫ですので。はい、はい、いただきます。はい、お作りは何がお好きですか。お作りはホタテ大好き。じゃあホタテを、はい、召し上がっていただきましょうか。シャリシャリしてて美味しい。ありがとうございます。はい、そしてですね、はい、この気まま屋さんなんですけれども、いけす料理がね、はい、人気なんですよね、はい、こちらのお魚をさばいて出してくださるんですよね。はい、ここにはエビもおります。これは何エビなんですか。ワシアカエビ。はい、あっちの方にもね、いるんですけれどもね、これ、あの、これください、くださいっていうか、食べたいって言ったら、さばいてくださるんですね。はい、はい、そしてですね、あ、ありがとうございます。こちらには、おばんざいが並んでまして、ちょっとこれめっちゃ美味しそうなんですけど、これは何ですか。新鮮蒸し。お蕎麦が入ってるんですね。わー、めっちゃ美味しそうですね。そしてですね、こっちにはハモの香味揚げ、はい、これなんか作るのね、
大変そうですね。そんなことないですか？いや、もうこれは簡単ですか？簡単ですね。私ね、家ではちょっと食べれないですもんね。はい、はい、ありがとうございます。そしてですね、手羽大根や、こちら野菜の炊いたんですか？そうですね、はい、みんなでハリハリにしてますね。あ、はい、毎日日替わりで何種類かおばんざいも、はい、用意させていただいてるんですね。はい、で、あのお酒なんですけれども、はい、ビールはどんな種類が？ビールは、生は朝日のスーパードライで。あ、そうなんですね。私ね、瓶ビールが好きなんですけど。はい、ビールちゃんとあります。はい、キリンのラガーです。あ、キリンのラガーですね。はい、そこは私ちょっと結構重要ポイントです。そうです。はい、ありがとうございます、はい。はい、それではですね、陽子さん、こちらのお店の場所を教えていただいてよろしいですか？はい、場所、東急ハンズ。東急ハンズ。東急ハンズさんとドン・キホーテさんのちょうど間ぐらいですね。間ぐらい、はい。はい、1階に王将が入ってる。あ、王将のビルですね。はい。こちらの4階に。はい、ちょっと奥、一番奥になるんですかね。はい、でもとってもね、あの大人の雰囲気の落ち着くお店ですので、はい、そしてこの明治絵のね、美しい陽子さんがお待ちしておりますので、皆さんお越しくださいませ。はい、では営業時間を教えていただけますか？はい、5時半から、2時まで。夜中の2時まで。はい、はい、では、今日はもうすいませんね、あのカップルさんで召し上がっているところをお邪魔してしまいました。あ、そうだそうだ、お一人様のなんか、はい、メニューなんかもあるみたいなんですが。そうですね、こういったおばんざいの盛り合わせも4種盛りと、はい、とかで980円でやらせていただいてますし、あと一人鍋なんかもございますので。あ、そうなんですね、はい、ちょっと寂しいけど食べに行きたいと思います。今日はどうもありがとうございました。はい、はい、それでは皆さんごきげんよう、さようなら。